うん。でも夜には通らない。暗くなると辺りは何も見えないし、動物たちが水を求めて動き出すから。そうか、かなり暗くなってきた。早く洞窟を見つけないと、もうすぐ月が雲に隠れる。真っ暗になったら探すのも難しくなるわ。この近くにあるのか。うん、旅人が雨宿りに使う洞窟、確か崖沿いにあったはず。よし、急ごう。ここで朝を待ちましょう。ああ、火を焚きましょう。え？山の夜はかなり寒くなるの。服が濡れたままでは凍えてしまう。何か焚き木になるものを探さないと。あ、焚き火の跡だ。誰かがここにいたのか。きっとこの道を通った人がここで朝を待ったんだ。まだ燃やせそうだな。これだけじゃ朝まで持たない。もっと焚き木を集めましょう。ああ、外で探してくるか。りょう、さっきの雨で外の木は湿っている。多分燃やせない。じゃあどうすれば。見て、焚き木があるわ。この奥を探せばもっとあるかもしれない。わかった、俺が探してくる。シェンファーは体を温めていてくれ。うん。